大相撲の元小結ガガマル氏37の YouTube チャンネルガガチャンネルに同じジョージア出身で元大関の土地の紳士36が出演力士の給料などについて解説したガガ丸氏がはっきり言っていいですかもっともらってもいいかなと思うんですよ関取に上がるのもどんだけ辛いとかそこは他のプロと比べると もうちょっと高くてもいいかな、と切り出すと、土地の紳士も、他のスポーツと比べると、相撲取りはそうでもないですよね、とうなずいた。大相撲で給料をもらえるのは、重量以上の関取りだけ。土地の紳士は、相撲界に入って関取りになったのが一番嬉しかった。最初にもらった給料がめちゃくちゃ嬉しかった、と振り返る一方で、その代わり、めちゃくちゃ税金を払わないといけない。 手元に入るのが、そうでもない、と実情を打ち明けた。その上で、ガガマル氏は、重量だったら、月給110万円の打ち手取りが、83万円。幕打ち、銅140万円、だったら、103万円。三役、同180万円、で120万円。土地の紳士も、大関、250万円、は手元に入ってくるのは、 大体175万円ぐらい。200万はいかなかった、と収入の詳細を解説した。一方で、横綱白鵬、現宮城の親方、が現役時代に給料や手当などを含めて年間1億円以上の収入があったことを伝えられると、ガガマル氏は、いやいや、少ないよ、横綱に。米大リーグの、大谷選手、どんだけもらってます。と納得がいかない様子。 土地の紳士も、はっきり言って、一億は大したことないよ。違うスポーツと比べると、他競技は、みんな相当、高い金額もらってるから、と同じ意見だった。